はいどうもネガです。Wi-Fi コネクションつないでみよう。とりあえずね、今回はなんか久しぶりになんとなくお気楽なんとやりたい気分にねなっちゃったんだよねということでお気楽なんとやってみようか。誰かとお気楽。いやもう全然やってないんだけど、スマブラなんてさ、なんか久しぶりに起動したくなっちゃったんだよ。どうしよう。ただお気楽ラントってさ、あれだよね、お気楽リンチとかあるからさ、あまりやる気になれないんだよね。いい部屋をつかめないとさ、全然楽しめないっていうさ、そういうのがあるから全然楽しくないんだよな。だからあれだよな、どうしよう、部屋来ないじゃん誰も。何この時間帯いないかな、もしかして。どうしよう、せっかく撮ったのにさ、せっかくやる気になったのになんか誰も来ないってさ、どうしよう俺。まあスマブラ自体もなんか懐かしいゲームとして認知されてるからな、そんなにもうやってる人はいないんだろうな。多分 Wii の中で任天堂系のゲームの中で一番極めたかもしれない、スマブラ X は。結構やってるんだよね俺、あまりゲームとかそんなやんないんだよね、割とやんないんだよね。そう、最近やってなくてさ、ゲーム。どうしよう、このまま来なかったらどうしようもないな。まあ来ないかと思った。まあさすがに一人ぐらいはいるよな。たださ、残り3人4人いないよな。これじゃダメだ。早く来いよ。俺が相手になってやる。3コン4コン欲しいな。まあ、こういう時にね、フレンドとやりたいんだけど、正直フレンド集めるのはめんどくさいっていうか、なんだろう。掲示板とかそんな見ないんだよね。だからできればね、まあ、皆さんと交換してもいいわけだけど、そうそうそう、そういう時は YouTube アカウントね作ってコメント投稿してくればいいんですけど、みんな YouTube アカウント多分持ってないと思うんだよね。なんだろう、ニコニコ動画だと思ってて YouTube のアカウント持ってない人多いよね。まあ、これを機にねコメントとかできるようになったりするんで、 YouTube アカウントをね撮ってみるってのもありかもしれない。もっと便利なんですよね、 YouTube アカウント。マイチャンネルをと、あのまま、なんだろう、なんだろう、チャンネル登録とかできたりするんで、登録で、チャンネル登録、そう、アカウント持ってると。だからできるだけね、俺のアカウントじゃなくて俺のチャンネル登録してってほしいんだよな。ちょっと久しぶりすぎてカミカミだよな。実況なんてあんまやってないからさ。さっきカービィのエライトの実況やってて、その続きなんだよね。その5分後ぐらいに撮ってるっていう。どうしよう、最近はねサブアカウントでニューマリオ Wii U のね実況動画っていうかプレイ動画か撮ってるんで、まあ、よかったらそちらもね見ていただけるとありがたいんですけれど、そう、 Wii U 買ったんですよね。で今ゾンビ U とマリオ U をね買ったんで、まあプレイ動画としてアップしてるのはマリオ U なんでね、そちらも。始まった。あれコンピューターいるじゃん。どういうことなの。今回戦えるかこれ。どうやらお気楽部屋ではなさそうだよ。ニコンが
サンコンが動かないからさ。てかさ、ニコンちゃんとやってんのこれ。弱すぎないか。サンコンはもうやる気がないよ明らかに。お、あれだな。うわ、やべ、慣れ合い狙いだよ。やる気が全く見当たらない。ほんとさ、お気楽やってるやつでさ、慣れ合いやってるやつって何がしたいのか分かんないけど、マジで理解できない。何がしたいの、ほんと。なんで慣れ合う必要があんのこれ、大乱闘で。マジで理解できないからさ、やめてほしいんだよな。ほんとなんか、何がしたいんでしょうかね、お気楽して慣れ合ってるやつは。何が楽しくてやってるんですかね。ちょっと狙い合ってる人には申し訳ないけどさ、俺にはちょっとよくわかんないわけだよ。で、攻撃するとさ、リーチしてくるっていう、最悪だよ、ほんと。ハルコン、なんか、ワリを倒して、得点稼いでんじゃねえよ、ほんと、お前。ワリを倒しても仕方ないでしょ。あ、やばい、これ。普通にファルコンに負ける、これ。あ、なんかワリは攻撃しちゃした。くそ、もうガロケンに。これどうだ、負けたかな。ワリはやる気ないでしょこれ。どうしよう、ソニック行こう。たまにはソニック好きだからさ、あまり強くないけどソニックとガノンドルフが好きなんだよ。まあ、こうやってお気楽やってさ、変な部屋に当たるぐらいだったら皆さんとねフレンド対戦したいんですけど、まあね、交換してくれるっていうね、フレンドコード交換してくれって人がいるんだったらね、ほんとコメントとかにお願いしますね。そんなに実力とかね、あまり気にしないんでね、楽しくみんなでやれたらいいと思ってんでね。さあどうだ、あれ4コン出てきやがった。こいつはなんだ、お気楽リンチやろうか。慣れ合い中ほんとどうにかしてほしいんだよな。なんだろう、次回のスマブラ U とか出たらさ、そこらなんかオンラインのさ仕様変えてほしいよな、ほんと。このキラクラントみたいなやめてほしいんだよな。回線重くなったな。やる気あんのか、4コンやる気ねえな。まあ2コン盗礼で適当にやっていくか。なんなん3コンは、なんなん、ほんとやりたいのかやりたくないのか分かんない。4コンが遅れはしやがった。うっざ。3コンどっちなんだよお前、ほんとやる気あんのかよ。3コンやる気あるっぽいよな、若干。どうだろう。やばい、ダメだソニック、全然使えねえ。これでも真面目にやってんだけどさ、全然ダメだこれ。むしろ俺が狙い中かと思われてる。くそ、
オッケー、倒しただろ。もうこいつはほんとやる気ねえな。4コンと3コンはつか最後に残ったのが4コンと3コンってどういうことだよこれ。やる気マジねえよなこいつら。サドンデス早く死んでくねえかな。こいつらほんと何がしたいの。ほんとカットってことで、あ終わっちゃった何これ普通に終わっちゃったよ。カットしようと思ったら、ちょっと待って、ファルコでいくか。あ多分一番強いのはウルフかな。ファルコ、まあ、ファルコでやっていこう。たまには一番勝率高いのはガロンドルフなんだけどさ、まあたまにはキャラ変えてファルコでもいいかな。こいつ確か投げ連が強かった気がする。こうやって小ジャンプの小ジャンプで上に飛んでからこう下でブラスターみたいな最速のブラスター使うと当たりやすいんだっけ。うわ自滅しちゃったよ。なんでボム兵が落ちるの。頭大丈夫。誰でボム兵ありにしたの。うわっうわ届かねえ。めちゃくちゃだよもう。ボムヘアリーしたやつ誰出したこと。次アイテムなししないと。しかもメタナイト使ってるあたりがさお気楽っぽいよ。いや別にメタナイト一番強いからさいいんだけどさ、やけに使う率高いんだなメタナイト。攻略値はどうしよう。オッケー間に合わねえ。来た来た来た、ごめん投げてくる。真面目にこいつら乱闘してね。地味に地味にちゃんとやってるよ。うわくそ、あーダメだファルコ飛距離がないな。ウルフドがいい。やっぱ全然ダメだ。ファルコの人たちマジで止めなきゃなこれから。しかもなんか俺が一番後ろにいるしちょっと待ってガロンでいく。さすがにダメだこれ。アイテム変えないと出ないにしてるよね俺。最後に出ないにして OK。 なんだろう、ジャンピングチートができなくなっちゃった。この技はガノが上に高く飛べるっていうね、そういう技なんだけどさ結構難しいんだよね。戦場か、戦場の方がガノ歌でやりやすい気がする。3コンとか本当やる気あるのか分かんない。4コンは完全にやる気ないけどさ。クソがうわっ
人も切れた。もう切れたよ。覚悟しろお前ら。オッケー。うん、4人対戦やっぱきついな。結構正直タイマーのが得意なんだよな。オッケー。なんなの、邪魔しないでほしいな。3個もなんかやる気あるっぽいから適当にやっていこう。3個もうっぜ。クソファルコンやるな。またこいつらかよ。あ、俺とファルコンでやってるとこいつら残っちゃうんだよな。そういえばどうしようもないな。早く終わんねえかな。普通にもう PK ファイヤーとかで倒しちゃえばいいのに。ボム兵か。まあこのサドンデスってボム兵が楽しいから、まあ残るのもありだよ、わざと。ダメだ、ガノドルダメだ。なんだろう、どうしようかな。乱戦で強いウルフとかやってみよう。ウルフ、そう、さっきからウルフ言ってたけど、これラストにしようか。さすがに全然やってないからわかんないけどね。ほんとスマブラなんか1年近くあんま触ってないな。うーん、どうだろう、そろそろ始まってもいいと思うんだよ。またアイテムありにしたやついるかな。まあアイテムありはありでいいか、面白いし。あれさっきのファルコン何コンだっけ。2コンだった気がするけど、どうだろう。4コンとか何がしたいの。何がしたいんですかね。やる気がないのか弱いのか。あ、だんだんやる気らしい気がった。くっそ、やばい、届かねえ。あの位置からだときついんだよな。OK、 混戦だと振り切るな。よし、倒した。しかし熱使いって珍しいな。ユカみんな使うからさ、俺はあんまり熱はなんか使いづらくて使わないけど、実際熱のなんかヨーヨーとかうまく使えれば強そうだよね。ユカより、ユカってみんななんかウエスマ使ってるだけだからあんま強くないんだよ。強いやつはなんか空中の A を使ってるよね。空中 A、
やべ、まだ死なない。さあどうだ、今回勝っただろう。オッケーオッケー、まあこれにしよっか。勝ったところでやめるっていうね。じゃあまあこの辺にしておきますかね。はい、じゃあどうもご視聴ありがとうございました。